高田さんお願いします。はい、はい、男優歴、はい、約20年。うわー、はい、すごい大先輩ですか、はい、やっぱり。いやいやいや、そうですね、大先輩。それでですが、出演したのは、まあ、400ぐらいじゃないかな。うわー、やっぱすごいですよ、はい。今どうなんですか、おいくつですか。私ね、誕生日で80なんです。すげえな、80歳で、ね、今ね、79と、ちょっとその、喋るの諦めるのやめてください。諦めたでしょ、途中で。いやいやいや、この前はイギリスの BBC、BBC っていう、はい、テレビがありますよ。もう世界最高齢の AV 男優って言って、はい、密着取材。マジですか。え、 BBC から取材受けたんですか、密着取材。あの芝公園でね、芝公園増上寺の芝公園だよね、日本らしいところってところで。本当ですか。やっぱあれですね、あのピックアップするところが、あの増上寺っていう寺っていうところがやっぱいいですよね。徳田さん、これなんでこの絵の AV 男優というご職業についたんですか。いやー、私その、70歳まではね、はい、現役のサラリーマンだった。70までですか。はい、だから約10年前。70のサラリーマンをやりつつ、やってた。 AV をやってたわけですか。そうです。うわ、すげえ。そういうのはね、まああんまり言ってもどうかと思うんですけども、会社がね、旅行会社だったんですよ。ほう。そういったもんですからね、事務所でこう仕事をするってにあって、うん、外へ出ることが多かった。なるほど、なるほど。そういったもんですから、一日こうごまかしてね、出張するってんで一日ごまかしてこっちの現場へ来るとか。嘘ついてAV に出演されてたんですか。まあそういうことですね。うーわー、すげえ。それ会社とかにバレないですか。いや、その辺はね、私うまいんですよ。本当ですか。ただ今日で完全にもうバレますよ。でもね、あれは一応ですね、10年経つとその賠償責任が取れるんですよ。ですから、まあ、もうちょっと危ないですね。何払うぐらいって言うんですか。何賠償が何どのタイミングでお茶飲んでるんですか。どのタイミングで喉かわいそう。とかさ、いきさつです。いきさつね。どう、いや、だから、いいですか。いいですか。いきさつです。いいですか。うん、だからそういう時、だから外へ出るもんだから、うん、一人で、泊まることが多かった、はいはいはい、ね、そうすると一人泊まると、ホテルなんかで、うん、本当に退屈とか次ビデオ、まあまあペイチャンネルとかそうなんですよね、はい、うん、そうと、ああ、お客面白いなと思う、うん、いうことで、そこに動画見てるんじゃないですか。あんまり AV だ、これ面白いな。エロいかエロくないかでだから私 の車にはね、しょっちゅう AV のビデオが乗っかってますよ。ほう、うん、それがなんだろう、いきさつ教えてください。だからそのAV ビデオのを買おうと思って、はいはいはい、ただ新宿とかね、うん、こういうふうな繁華街ですと何となく思いますね、うん、メーカーの住所を調べて、おう、それでそこへ買いに行ったわけですよ。メーカー前作る AV を買いに行ったのか。買った、はいはいはい、で、まあ、そうしましたらこっちは分かんなかったんだけど、最初に出ておられた方が監督さんでしてね、それで、まあ、そういうことが何回か続いたわけですよ、はい、そうしましたらどうでしょう、出てみませんかと、いう監督からじゃ、そのスカウトされたってことですか。まあ、スカウトっていうのかな、うん、というのはやっぱり その当時私56、7歳ぐらいですからね。56、7、ああ、でもですから、その自分そのくらいの男優さんってあんまりいなかった。ああ、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、だから監督さんが、あんたのためにこう一つ本を書きますからとか、なんとかっていろんなことを言ってくださって、はい、それで何したわけですよ。やったんですか。うん、
AV のメーカーに直接アダルトビデオを買いに行く人っていないでしょ。そっか、いないでしょ。誰だ、あの定期的に買いに来るおっさん、誰だって。なんであいつ直接来るんだよ。店行けよ、店。なんでメーカーに直接来るんだよ、あいつ。